はいみさんこんにちは原田です、えー、5月7日木曜日ゴールデンウィーク明けました皆さん今日はどんな一日でしたか、えー、今日もね朝10時からオンライン自習室も開けてたんですけども今日は一、えー、人だけでしたみんな生活リズムとか大丈夫ですかね うん、夜遅くまでね、起きちゃったりとか、えー、朝とか、朝起きれずに、昼、夕方に起きちゃった、みたいな、そんな自分にうんざり、みたいな人もいれば、自分の立ちたプラン通り、しっかりこなせて気持ちよく今日を迎えた人もいるようですね。うん。さて、えー、前回、ゴールデンウィーク前にお出ししてた、激ムズ問題なんですけれども、思ったよりちょっと考えてくれてた人は多かったみたいで、えー、答えも送ってくれた人もいました。 そして正解者なんですけども、なんと、0人でした。まあ、ちょっと難しすぎたかなうん。なので、あえてここは答え言わずに行こうかなと思います。えー、明日もね、オンライン自習室、SSA も来てくれても大丈夫なので、えー、朝10時からやってますので、参加希望者の方はご連絡ください。ということで今日はこんなところで以上です。